レオコ秋山のゲスワイド。はい、皆さん静粛に。皆さんこんばんは。師匠との戦いとかけましてパイズリー好きの男と解く。その心はどちらも相手の胸をお借りします。どうもこんばんは、山本レオコです。日本一、ありがとうございます。抜くのは自由ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。これは始まりましたね。せっかくあの作家様に考えていただきました、一発ギャグ、いやね、はい、今野ブルマちゃんのチンコ謎かけ、あ、はい、あとは、ねずっちさんの、チンコ謎かけが芽吹きました、はい、で、何でしたっけ、ねずっちさんの方もあるんですよね、エロの方。あ、エロあるんですか。整いましたじゃなくて、なんかあるんですけど、あ、知らないですね。それもエロなんですけど、レオさんもついにパイ釣り謎かけを、はい、ありがとうございます。ティッシュ5枚いただいうまいな。ティッシュ5枚ありがとうございます。ありがとうございます。ティッシュ5枚いいですね。2枚くっついてるティッシュを5枚で10枚なのか、それとも2枚と半分なのか難しい。半分、いや、それはやっぱ2枚1セットでしょう。2枚1セット、ね、5セットってことじゃないですかね。いただきました。ティッシュ5枚ありがとうございます。ティッシュ5枚いいですね。はい、ルー小芝さんありがとうございます。すいません、なんかあ、本当ですね、トゥキューザーさん、ね、広告ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、はい、さあ、ということで、はい、アシスタントを務めますゲスな父と下品な母が生まれたゲスナのサラブレッド、秋山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、この番組は女性ライター界で確固たる地位を築いている編集破壊の小業なライター、森本玲子が歯に衣着せぬトークでリンコのあなたは風を吹かすトーク番組となっております。200のライターにライターのネタで本物のライターとしての業界のゲスナの話題をファニーにお届けしたいと思います。ちょっと聞き取れないけど噛んでない、名アナウンサー、名工場でございました。始まりましたけども、はい、やっていきましょうね。刻んでますね。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい、さすがですよね。いやー、トゥギャザー、今若い子知ってるんですかね、ルーさんね。まあ、若い子見てないですから大丈夫です。番組自体ね。はい、あの見てる人、多分私より若い人はいないです。私が最年少。さあ、ということでですね、はい、まあ、前回、うん、BTS で。ああ、すみません、長々と。いや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 。はい、ありがとうございました。この前、たまたま家族でちょっとララガーデンかどっか行った時かな、はい、のコリアンショップみたいのがあって、はいはいはい、BTS のあれがあったんですよ。あ、パネルがあって、はい、ありますね、たまにね、はい、そういうお店に。あ、あれがラップモンスターかと。あ、わかりましたか。あれか、あれだ、ラップモン、はい、わかりました。あれだ、あれだっていうのはね、わかりました。はい、はい、あ、よかったです、はい、あの人はね、ラップモンスターというんです。ちょっとだけ怖かったのが、その嫁のお母さんがいたんですけど、はい、嫁のお母さんが、ね、あれが BTS っていうのみたいな話してて、うん、はい、全然かっこいい子いないよねみたいな、嫁のお母さんがさ、まあ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 、したらそれに対して嫁が、いや、全然整ってる子いるよ、あれみたいな、うん、こいつ結構知ってんなみたいなそうなんです。あれ、もしかしてうちの嫁結構知ってんぞみたいな。結構知ってる。そうなんですよね、え、やっぱりね、若い女子には浸透してるんですね。そうですね、うん、あれ同じ会話が、はい、うちの旦那の実家でも行われました。そうなんですよね。その旦那のお母さんが、はい、かっこいいって言い出して、なるんですよ。そしたらもう私と旦那の妹が秒ですよあの2人いるっていうのと、あの人たちは顔じゃないってそう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 、あの人は整っててみたいな。いや、やっぱ妹は知ってんだなと思いました、俺はだから、そのね、あの自民がいて菅さんがいるんでしょみたいな話したら、菅って書いてシュガーで、おー、知ってるねみたいな。あら、なんか奥さん知ってますねちょっとね、びっくりしましたけどもね。秋山さんの犬間にね、まさか BTS 入れるとはね、はい、まあね、肥後さんは分かりました。でもなんか顔でああやってちゃんと写真で見たら、ジモンさんとは誰も言えなかったですね。そうでしょジモンさんとは言えなかったそうでしょっていうのも変な話ですけどね、はい、いや、でもあの回のおかげで、なんか会って見た時にはってなりますもんね。わかりました、うん、はい、ありがとうございます、うん、どん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 好きになりますから。結構似てましたよ、似顔絵。あ、本当ですか、うん、なんか2人ぐらいやっぱそっくりだなっていう人がね、うん、自分でも描けるなって。一番もね、推しに関しては描けないっていう、はい、だから今度ね、まあ、今シャープ21なんで、はい、24で1年になるんですけど、うんうん、
1年記念日は2時間 BTS スペシャル。あら、いいですね、素晴らしい素晴らしいです。私はもういくらでも、ええ、その時は僕言うじゃなくて嫁を見てください嫁お願いします、はい、BTS の話していただければと思って。でもあれですよ、なんだっけ、そのプロ彼女じゃないですけど、はいはい、その芸能界隈の仕事をしてる女の子、はいはいはい、でなんだろう、そのタレントとの集まりにつながりのある女の子っているわけじゃないですか、はいはい、自分がその芸能活動としてどうでもないけど、うん、はい、つながりたくて、はいはい、みたいな、僕ら芸人から言わせてもらっていいですか、はい、コンパ要員、はい、そういうなんかこう女の子の集団がいるじゃないですか、はいはい、その集団をもってしても BTS はつながれないっていうことで有名だという、あ、そうなんすか、っていう情報を入手して、そのなんか韓国のアイドルとつながりたくて、はい、その韓国までか、はい、コンパに飛ぶようなもうプロの女が日本の芸能界の端っこにもいるらしいんですけど、はい、その子たちをもってしても BTS とはつながれないっていう、マジっすか、という情報を聞いて一生押すと思いました、ね、うん、俺だから結構いろいろ聞いてんのは、はい、ね、なんかコンパ行く女の子、うん、どれ今日誰みたいな、はいはいはい、今日全員ね相撲取り全員相撲取りのコンパみたいなすごいねっつって、ね、うん、寄り切られないようにねみたいなうまいみたいな、ね、うまい あとね、あれもありました、はい、俺一番すごいなと思ったのは、はい、サッカーの、うん、もう本当言えないですけど、本当、はい、海外のリーグの超一流選手のコンパで、うんうんうん、行かれたのが、はい、名前も知らない女芸人みたいな、そういうのもあるんでね。いや、なんかこのライターって別にタレントじゃないじゃないですか、はいはいはい、でもそのタレントの端っこの人がいるわけじゃないですか、いますその同業に、はいはい、だからその私はその普通にタレントさんをテレビとか雑誌とかの情報で得て、うん、私あの人ファンなんだよねとか好きなんだよねって話をすると急にどやられるパターンがあって、はいはいはい、私ちょっとあれあれみたいな。でもそれちゃんと言っとくと、うんうん、私めちゃくちゃ好きで結婚してるけど、はい、そのコンパであったら絶対ゴールするからってちゃんと伝えておくと、うんうん、そこのコンパがあった時に呼ばれますよ。なるほど、別に、はい、でもそういうこと求めてるわけじゃないんですよ。ああ、そうなんだ。ってわけじゃなくて、なんかもうそれ知った時点ですっごい冷めるんですよね。俺だって結構ありましたよ、その芸人とかでもその女の子で、うん、はい、誰々さんめっちゃ好きだから誰々さん来たらもう私絶対行くわみたいな、うん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 、ことかもその、はい、だから俺、はい、昔その女の子の名前登録して、うんうんうん、カッコで、はい、その芸人の名前書いてましただこいつはこの人かこの人かこの人の時はこいつ入れとくと絶対に言ってくれるからっていう、もうプロじゃない、プロのセッティング、うん、そうだから一回会った時はもう女の子全員いるんだけど、はい、全員きっちり決まってるっていう、なるほど、はい、全部、はい、俺の友達も売れない頃のなでしこジャパンとコンパしてたって言ってるんですよ。なでしこジャパン売れないじゃない何なんすか、売れるなでしこジャパン売れなくてもいいのよ別に、なでしこジャパンは。まあ、でも川澄さん行ったって言ったらすごいねって、まあ、いやすごいなりますからね。川澄さん可愛いよね、映画さんにちょっと似ててね、まあ、昔とは言ってましたみたいな話ですもんね。そういうことですからね、なでしこジャパン行ってたってことはね、やっぱそういう、何なんだろうな、なんかそのアイドル追っかけてるとマジなのみたいな、マジでなんか付き合いたいとか付き合えるとか思ってんのとか言われるんですけど、そういうのはいいから、変な女とつながるのだけはやっぱ本当に嫌なんですよっていう、いや、うん、だからね難しいですよね、はい、だから向こうも遊びだったらいいじゃないですか、うん、はい、お互い遊びでうまいことできたら、いやでも遊びでもやっぱそういうくだらない遊びしてるのかっていうショックはありますよ。いやいやいや BTS だってね、コンパして、やめてよ。 BTS がコンパしてる時、まあ、誰か多分有名な仲のいい芸人とかついてるわけですよ、はい、日本でね、でコンパしてやってるわけじゃないですか。あーダメだ、ね、あそことつながりしたら、その流れで、うん、例えばどうせカラオケボックスとかの個室ですよ、西麻布とかあっちので、その辺で始まって、でしたらなんか勝手にカラオケで BTS 流れて、その芸人がおい誰だ仕事じゃねえんだよ、もうそんな今日は仕事だ、ちょっと早く止めて早く止めて、歌うんかいの流れを BTS がそんな安いカラオケ行かないでほしいやってますって、やめて、やってないんですやってます、 BTS のメンバーがトイレに行って、エビスだ、そのシュガー君でもいいんですよ、はい、うんうん、トイレ行ったら、うんうん、トイレットペーパーをここに巻いて、はい、帰ってきて、はい、うわ怪我しちゃったみたいなことやってんすよ。やらない、やってんすよ、やらない、そんなことやらないですそんなことやらないですあBTS とか言ってんすよ、やめて、何
いちゃう。ダパンプ歌うのみたいやってんすよ。やめて、ダパンプより上手いからだもん。やってんすよ。やめてよ。あの売れない頃に苦労してんだから安売りはしないだろうと。で、あってほしいですよ。だからじゃあ逆に言いますけど、そのもう芸能界の上のクラスとかと遊んでんだったらいい。BTS だから、そのあ、まあまあまあ、それを隠し通ってほしいですけどね。はい、まあ、ちょっとみんな結婚してとかあれですけど、例えばもうガッキーとか、ああいうクラスの女の子たちと遊んでんだったら別にってことです。あ、まあ、百歩譲りましょう。はい、うん、鴨姉妹とか。あ、いいですね。逆にそれはいいですね。もうプロと遊んでるっていう。それは素晴らしい。それはいいです。はい、うんうんうん、全然いいです。グッドルッキングガイって誰なのかと思ったら BTS だったみたいな。それは最高ですね。そういうぐらいだったらね。ラップモンスターがやっぱ京子さんと付き合ってから、それはすごくいいです。そういうのだったら、うん、それはすごくいいですね。はい、あ、おもろいですね。いや、そうです。でもそんなね、変な女を持ってしてもあそこはやっぱ鉄壁があるって聞いてちょっとほっとしました。あ、うん、それすごいですね。はい、でも向こうとかでも週刊誌とかになってないってことですもん。だからね、そうですね、一、うん、人だけちょっとそのでもね、あっちはあの韓国はそもそもそんなにその文春みたいなのがあんまりなくて。あ、じゃあ今からだ。あ、まだその芸能界が成熟しきってないってことですね。そうですね、そんなにそのすっぱ抜きのそのあれがないんですよ。あ、だ、今の日本みたいになっておしまいじゃないですか。まあ、そもそもアメリカのパパラッチとかから始まってるんですけど、ね、一応なんか噂にはあったりとか、その勝手にその合成写真が上がってたりとか言うんですけど、一、うん、まあ、人なんかその正式な週刊誌に言われたのは一人だけですね。うん、それこそ菅さんです。それでも結構あれなんですか、キャーってなったわけですか。わ、はい、かんないです。もうそれをあの後からネットで知ってる。ああ、そういうことか。でもまあそれは別にいいんですよ。うん、それはいいんです。なんかほんのこっちの変な女となんかどうにかなってる。こことかしょ。でも向こうで BTS レベルだったら、うん、そのメディアも下手に出せないですもんね。そうですよね。出ないですよ、うちそこって言われたらもう、うんうんうん、え、ちょっと待ってくださいよっていうぐらいレベルですからね。多分もう国宝級だと思いますよ。はい、そうね。何の話をしてるんだって話ですよ。 BTS が向こうでコンパしてるかどうか。やめてやめて、してないしてないしてない。なりましたけども、はい、さあ最近何かありました？最近ですか、はい、まあ、ついさっきの話ですけど、はいはい、あのツイッターにリプが飛んできて、はいはい、あのレオコさんで抜いてます。レオコさんで抜くと気持ちいいです。リプリプ DM じゃないですか。 DM、 インスタは DM 来ます。 DM だったら別に全然ね、本人しか見れないから、はい、まあまああの、うん、まあ言ってもあの、はい、それはあのセクシャルハラスメントっていう犯罪なんですけど、はいはいはい、まあまあ、まあまあ、まあ、でリプで誰でも見られるリプで、誰でも見られるリプで、そう、誰でももうあの広く見られる。だから、はい、僕がここでこっそり、うん、はい、レオコさん抜いてますっつったらもうここで終わりじゃないですか。うん、そうです、ね、じゃなくて今から皆さんが渋谷のスクランブル交差点で、ね、レオコで抜いてますっていうような、レオコで抜いたら気持ちいいですっていうような行為をしてるやつがいると。いる。それはいいんですよ。たまに来るんですけど。あ、たまに来るんですか。たまに来ます、たまに来ます。それはまあ割と慣れっこが、はい、慣れっこは慣れっこなんですけど、なめっこ、なめっこ、いやいや、なめっこでもとべっこでもない。本当に、はい、違うんですけど、はい、あのね、平山の愛国人だって。そう、そう、まさにそれ。オチを先に言わないで。え、待ってください。平山の愛国の人だって来て、はい、来たら下で鍵やかなんちゃうのって来てますけど、ちゃうんよ。で、平山の愛国の人って分かるってことは鍵やかでもないってことですね。ない、そうです、そうです。フルオープン、プン全米フルオープンでやられてる。それを引用リツイートでアイコン変えてあげてって触れようかどうか迷って私は我慢したんです。はあ、向こうはレオコさんで抜いてるけど、レオコさんは我慢汁止まりってことですね。いや、白出てないからね。白は出てないのよ、アゲオさん。レオはひどいな、そんなのなんだ。だ、一番誰が被害受けてるか、そう、平山ちゃんですよ。そうですね。私じゃないですよ。名前も平山ってなってるんですか。いや、名前はね、あの、わざわざ、カッコ書きで名前のところに平山じゃないよって書いてる。あ、いや、わかるよ、そんなのっていう。うん、よくない、よくない、本当に。いや、本当にやめてあげて、平山じゃない、こんでそんなにぶっ飛ばしてくるのっていうね。うん、すごい。ああ、笑っちゃいますよ、います。うん。で、なんだっけ、なんか、あの、インスタの方は結構 DM 来るんですよ。うん、なんか、やりたいですみたいな。遊びましょうみたいなやつ。そんな来るんですけど、一人なんかその自称ド S の21歳って書いてる人から何回も来るんですよ。無視してるんだけど、無視してるんですけど、あの、何回も何回も届いてきて、はい、こいつでもなんかフォローが少ないから、はい、なんだろうなと思ってその人のフォローを見たら、はい、あの、私とライター3人だけフォローしてるんですよ。ほうほうほう。多分そのライターに DM 投げるような赤なのかなと思って、その3人のラインナップがちょっと面白いっていうか、はい、まあ私、はいはい、とフェアリンちゃんと井上さんっていう、どういう組み合わせっていう。
や自称ド S から見てその3人はやっぱ M だ俺ならいけるって思う M3 人だったんじゃないですか。だから多分同じやつからあのメアリンちゃんと井上さんのとこに行ってるはずですよ。ストライクゾーン広いな意味がよくわからないんですよ、その好みのねあれが、まあ、怖いですね。面白いですよ、はい、うん、俺もなんかツイッターでありましたよこの前なんかあの、はい、ベッドボタンペシペシ叩くんなよ、うぜんだ、イラつくんだよみたいな、YouTube 見た人だと思うんですけど、はい、俺もで、うん、まあ、いつも通り、うん、こんなくだらないことで、まあ、最初まず無視してあげよう、はい、でも、うん、一応ちょっと見たいなと思って、うん、そういうのをこう見たら、うん、フォロー後のフォロワーにみたいな、そんな感じの、はいはいはい、もう明らかにサブでやってるって、はいはいはい、で、まあそういうためにやってるのか、もしくは本当に友達いないのかレベル、はいはいはい、悲しい、で悲しいよ、あ、まあまあそうなんだなってまず、はい、うん、で、うん、これをこのまま晒し上げて、はい、うん、怒られちゃった、てへ、うん、引用リツイートみたいなことしてもいいんですけど、うん、はい、それはかわいそうだし、あとこっちもあの何もなく言われるのムカつくし、うんうん、あとこいつに言われたからって直す気ないし、はいはい、まあ確かに、うん、ってなってる、確かに本当そう、そうお前が変えられと思うなよって話ですからね、だから、うん、よくあるあの、ね、はい、あのダルビッシュが言ってた、あ、はいはい、あのそのなんかピッチングが悪かった時に、うんうん、その今日のみたいなコメントに来る時に、うんうん、なんで素人に言われなきゃいけないんだってもうすごく正論で本当そうっていうか、うん、メジャーリーグで活躍してる日本人世界最高峰の選手に、うん、なぜ君が意見を入れるんだっていうそこになるんですけど、でもだから別に俺がすごいとかすごくないとか別にそんなんじゃないですけど、そんなよくわかんないやつに言われたことうんって聞かないじゃないですか。わけがないんですよ。で、まあ、それで来てたからどうしようと思って、でもかわいそうだしこれきっとリアクションしたら喜ぶだろうなって思ったけど、反省してるって伝えたくないから、あ、はいはいはい、ごめんね、二度と見なくていいからって送ってあげました。優しいですね。いやでも構ってあげた、うん、でも全然だって 見なくていいですもんだってそんなやつまあそうですね、うん、だって映画とかでお金払って見ました、うん、つまんなかったって文句言うのはもちろん正しいです、うんうんうん、無料でネットに転がってる動画見て文句言われたら見なきゃいいの一言なんです、うん、本当にだから俺ももし目の前にいたら頭悪いんか見なきゃいいんだぞなあって言ってあげたいよ、まあ、なんかやっぱり何か言いたいんだったら、まあ、YouTube のコメント欄か、うん、まあ、もしくは自分で勝手にね言っときゃいい、そう YouTube のコメント欄に書くのもいいし、うん、もっと言うとコメント欄に書く書かないじゃなくてバッと押して二度と見なくていいんだぞっていう本当に気持ちなんです、本当ですよ、だからあのお前のために言ってんだもんそんな動画見てムカつくやつの動画見てイライラしてんだったら、うん、そうじゃない動画見ようぜ、はいはい、本当にそうとお前の残りの人生の無駄な時間俺が食ってごめんねっていう、ただそれだけ。秋山さんティッシュ3枚出す。ありがとうございます。ちょうど俺寝転んでやる派だから下に引けますね3枚。ありがとうございます。寝転んでやる派とかどうでもいい。メンヘラ三重視もやめてほしいです。ごめんなさい、なんか一緒にしないでっていうのもおかしい話ですけど、うん、一緒にしないでっていう。あのちょっとだけ違うのは。はい、フェアリンさんと井上さんは結構別格なんですけど、レオコさんは軽めですよ。まあね、軽めです。軽めですよね。はい、軽めヘラ。そうですね、はいはい。よく言われます。はい、全然軽めヘラって言われてますけど、ね。でも俺思うのはレオコさんが軽めっていうよりは、はい、レオコさんの周りにとんでもない、うん。そのメンヘラモンスターいますいます、いますよ、はい、山ほどもう化け物がいますね、はい、MR メンヘラモンスターがそうですね、ヘラモン、ヘラモンがいますよ、メンヘラモンスターがすごいいっぱいいるから多分レオコさんはそれを見ちゃってるからなんか自分のメンヘラを本当出したいんだけど、はい、うん、もう出せなくなって、まあ、なってるっていうのは分かりますね、うん、もうなんかしたところでねっていうね、あ、僕もだからこの前レオコさんを、はい、よく知ってるメンヘラモンスターと飲んだんですけどもうこういや、まあ、ちゃんと言えないですよ、マジで、はい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 、マジでもう、はい、うん、こいつはなんて大変なんだみたいな感じになりましたね、はい、多いですよ、だからやっぱね、うん、あのまあ言うても女の子がチヤホヤされてる業界じゃないですか、うん、だからそのみんなメンヘラの素質はあると思うんですけど、 それをもうあとは出すか出さないかの話で、はいはい、その許されるから出しちゃうんでしょうね、うん、っていうね、男が悪いですよね、うん、結局男とスタッフです、うん、特にあスタッフスタッフは本当悪い本当悪い本当に甘やかすから、いや本当にスタッフは本当悪い悪い、うん、
うん、本当ですよ、はい、今平沢さんの話してないですよ。してないですしてないのよ。平沢さんには幸せになってほしい、本当にそれだけ、本当に本当ですよ、うん、いろんなところでみんながいじってるから言うけど幸せになってほしい俺は、うん、いろんなところでみんないじってるんですか。俺はね結局ね、はい、みんなが幸せだったらそれでいいんですよ。あ、まあ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 、まあ、だってみんなが幸せだったら文句言うやついないです。いない、確かに、うん、そうで俺が一番文句言ってるから、うん、俺が一番幸せじゃないのかもしれないです。ただ一個違います、うん、俺は文句言うのが幸せなんです。あ、それが気持ちいい。これが難しいんですよね。も文句じゃない、愚痴でも秋山さんでも変わらないですね。変わらない、絶対変わらないです。満たされてもこうですよね、きっとね。俺よく言われるのが、うん、お前さ、嫁と子供2人いて、そう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 、本当にそう、幸せな汗、家帰ったらパパって子供2人来るんだろうと、ね、そう、2人もいるんですよ、はい、それ抱いて、お今日寝るか一緒にみたいなこと言って、ね、あのいい奥さん、しかも円満にね、家庭も円満にやってるわけじゃないですか。行ってきますのチューして家出て外で飲んで妬みそねみの話をすごいっすよね。いやマジでモンスターっすよ本当に。秋山さんやばいな、なんか冷静になったらやばいっすよね。だって借金があるわけでも金に困ってるわけでも仕事に困ってるわけでもなく毎日楽しく、やばいっすね、はい、今日も朝一緒にね子供保育園食って、はい、サンバラうどん食いに行って美味しいもの好きな食べ物食べて、はい、で七福の湯行って、うわ最高。だからなんでそのデトックスした後でそれだけまだ言えるんですかめちゃめちゃ出し切ってるじゃないですか。七福の湯行って、ね、食欲塩サウナやってやばい、もうちょっとなんか病気っすよ本当に。で、嫁と子供歯科検診のあれがあるんで、歯科検診子供と嫁連れてって、はい、でその多分その3人で、うん、子供あの塗ってあの虫歯がないんや、ね、あれやってるのがちゃんとしたとこの子だな。あれが1時間ぐらいあるんで、はい、あのうち行って、うん、あの花火で1万5000買って新花火、おすごいすごい、で帰ってきて買ってんだ一緒に見て1時間で、はい、で、うん、あのその全員で飯食いに行って、はい、でそのまま来て買ってこれですか、はい、で飯も食って今満腹の状態でここに座ってそうそうそう、まだ愚痴が吐けるで俺の汚れが解放される日が来るのかっていう話ですよね。しかもその芸人さんとしてちゃんとなんか売れた経験もありながらそこまで履けるってすごいですよね。どうなってるんですかね。頭おかしいんですかね。頭おかしい、うん、地上波のいい時間でコント番組までやってなんかね、それもあるからかな。この前ちょうどコラムでそれ書いたんですよ、はい、なんか、うん、コラムのテーマが、うんうん、そのなんか、なんか天下取りの野望を抱いてたあの頃みたいなテーマで来ちゃったから、はいはい、ライターとして何の野望もないし、はいはいはい、あの頃のこと書くかみたいなしかもそれ撮ったの早いですもんね。そうそうそう、だからだって本当だから、うん、だって18で養成所入って19歳でオンバト出てましたすごいです、順調極まりないです。で、マセキ入って2年目、3年目ぐらいでもう、うん、そのフジテレビのコンバックのオーディション行って、はい、うん、でオーディション行ったら、うん、もう1回見たいって2回目呼ばれて、はいはいはい、でも2回目で決まって、かーでフジテレビの大会議室で、はい、そこで決まった芸人と、はい、後ろにマネージャーも全員と、はいはいはい、で局の偉い人が来て、うんうんうん、で偉い人が普通に、はい、まあね、皆さん、まあ、ここ決まったってことは、はい、まあ、もう分かってると思うんで、うん、フジテレビが一生面倒見ます。一生面倒見ます。フジテレビが一生面倒見ます。はい、で、ね、まあ、協力、まあまあ、お前らじゃなくてね、うん、協力、ね、皆さん、スケジュールお願いします。うん、おい、なんだこれみたいな。すごい、すごい、テレビかっこいい。テレビかっこいい。で、スタジオ入ったら、はい、憧れのセットですよ、はい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 、うわファミレスとか、はい、あセットでみたいな、うんうんうん、みたいななって、はい、でテレ雑誌、はい、もう雑誌が要はだからめちゃイケあって跳ね飛びあっての次だったんで、うん、あそっかそっか、だからもう成功例じゃないですか、うん、めちゃイケ跳ね飛び、うんうんうん、でその次だから、うん、すぐ特集で全員一人ずつ写真撮って、はい、でその全員のそれが、うんうん、コメント載って、はい、雑誌が出る、うん、でもうお笑いのあたりとか、はい、今はね、うん、お笑いのあたりとかありますけど、お笑いポポロって雑誌があったんですか、ね、ありましたね、ああいうのとか、はい、うん、でもう事務所に連絡なんだ、じゃんじゃん来ますよね、仕事だなんだっていう流れ、うん、1年半で終わりました、うん、
あのコメントで一生が短いって。そうなんですよ。でね、一生面倒見る。ここでね、ちょっと俺、これ前も書いちゃったけど、あれなんですけど、ね、はい、そのヤングさんが言ってたのはね、俺なんか、一番なんか正しいっていうか、はい、もうね、決まってんだと。うん、お前がパチスロのここに、今ここにいるのは、決まってたのと。うんうん、だから、たとえお前がその番組が人気出て、ゴールデン行って売れたとしても、この仕事してるから。この仕事に帰ってくるから。はいはいはい、で一番呼ばれてるやつが、ここの仕事を最後まで残ると思うって、だからあの時お前がその売れなかったことは別にそのこのために売れなかったとかそういうんじゃなくて、売れなかったことも別にそこはそこ売れる売れないは別に問題じゃなくて、どっちにしろこの仕事してるからっていう、へじゃなきゃこんな好きなやついねえじゃんみたいな話されて、あ、まあそういうことなんですかね。呼ばれてる強さっていうのは、ああって思いますね。で、なんで終わったのっていうのはすっげえいろんな理由あるんですけど、でもあんまりここじゃ言えないさ、そう、 そうですね、はい、酒入ったら後で話すよね。 ありがとうございます。すごい、じゃあ8月末以降にオリンピック終わったら聞きます。 すごいいろんなあのフジテレビの事件めちゃくちゃ知ってるから聞きたい、ガチゴシップだ。俺がいた時の話はすごいからね。それは楽しみですね。さあ、まあそんなこんなんですけど、はい、まあ、今回のとりあえずいきましょう。はい、あ、そう、お品書き、はい、じゃはい、こちら、はい、ね、皆さん大事なあのライダーの下世話キャッチフレーズ、パチスロ必勝ガイド入ってますからね。初めてハンコみたいなもんがついてますけど、はい、ついてますよ皆さん、はい、いいですか、我々の連載です我々のですからね、我々の連載ですよ、秋山さんのじゃなくて。そう、はい、あのライターの下世話キャッチフレーズ、パチスロ必勝ガイド、はい、もちろん、の編集さんから、うん、今回キャッチフレーズをつけてほしいライターさんの写真、はい、届いております。イエーイ。はい、続きましてゴシップファンタジー、これね、はい、ちょっと一回休もうっていうね、うん、ゴシップ疲れがあったんで、はい、うん、でこれ休んで皆さんもう一回発散していただければと、ね、で、パロパチですね、はい、パロディーパスですね、これはまあ皆さん大好きなやつですけど、はいね、最後はあのこじつけ指定台、その日打つなこの台だっていう、チンコーラ、はい、うん、まあ、簡単に言うとサイン馬券みたいなことなんですけどはい、りょうこさんの、次の、うん、はい、収録日いつですかっていう、うん、言えるところでいいんで、はいはい、で場所も、まあ、当然言える言えないあると思うんで、うんうんうん、ある程度分かる情報だけ聞いて、はい、うん、そこから導かれるサイン台を、うん、なるほど、みんなで、はいはいはい、探せたらいい。サイン台、サイン台、サイン台、言い方、これ打っても間違いない、この日これ出ないわけないじゃんっていうのをね、見つけられるかっていうコーナーになっております、はい、うん、さあということで、はい、そろそろじゃあレオコさん、はい、ね、最初のコーナー行く前に、はい、レオコクイズあるんですか今日？レオコクイズやりましょうか。レオコクイズあるそうなんで、はい、最初のコーナーね、有料に、はい、今から切り替えさせていただきます、はい、ということで、会員になれない俺な子羊が入りたくなるような、はい、今回もクイズがあるそうなんで、それ皆さんチェックしていただければと、はい、お願いします、はい、今日のおパンティークイーズ、どんなクイズなんだろう。さあ、本日レオコちゃんはおパンティーを履いているでしょうか、履いていないでしょうか。シンプルなクイズでございます。あんのかな、履いてないこと。履いてる場合は、履いてる場合は×。いや。履いてない場合は丸。いや、でも大穴あるからな、これな。どっちかな？どっちかな？正解は5秒後。